黄金の国三人は洞窟の入り口から五六歩後に下がり、両銃を持っている一郎君はその銃を両手に構えて怪物に狙いを定めました。犬のポパイも尻尾を後足の間に挟んで後ずさりしながらけたたましく吠え立てます。怪物はますます高い声を立てて、洞窟の奥から入り口の方へ這い出してきました。 そのものは、頭も顔も一面に赤ちゃけた毛がもじゃもじゃと生えていて、口も鼻もわからないほどですが、ただ二つの目ばかりは異様にギラギラとして不気味に光っています。不思議なことには、その大きな目は青い色をしているのです。少年たちは一瞬間、あのオランウータンという大猿に出くわしたのだと思いました。 イチロー君はあまりの恐ろしさに無我夢中で銃の引き金に指をかけましたでも今にも発砲しようとしてふと気がつきますと怪物はボロボロに破れたシャツのようなものを身にまとっていることが分かりました猛獣オランウータンがシャツを着ているなんてなんだか妙ではありませんかそうしてためらっている時 そばにいた哲夫君がまた別のことに気づいて一郎君の腕をつかみながら慌ただしく叫びました一郎君撃っちゃいけないあれは人間だよほら何か言っている獣のうなり声とは違うよ3人は思わず耳を澄ましましたポパイの声がやかましくてよくは聞き取れませんが怪物は確かに何かものを言っています しかしその意味はまるでわかりません。日本語ではないのです。哲夫君は素早く頭を働かせて、その訳のわからない言葉と、最善の十字架に掘りつけてあった外国語等を結びつけて考えました。あ、わかった。あれは西洋人だよ。青い目をしているから、ヨーロッパかアメリカの文明人だよ。 少年たちはそれと分かるといくらか安心しておずおずと怪物に近づいていきましたポパイも主人たちの様子を見て吠えたてるのをやめました怪物の方でも少年たちの気持ちが分かったのでしょうもじゃもじゃのひげの中から白い歯を見せて笑いながらしきりと何か言っています洞窟の入り口に近づいてよく見ますと それは背の高いひどく痩せた西洋人で、破れたワイシャツに泥まみれのズボンを履いていることがわかりました。顔も見分けられぬほど濃い髭に覆われているので、大猿かなんかのように見えたのです。きっと長い間カミソリを当てたことがないのでしょう。でもこの西洋人はどうして四つん這いになっているのでしょう。 少年たちが近づいていっても立ち上がろうともせず、洞窟の入り口に張ったままこちらを見上げています。やがて西洋人はひどい病気にかかっていることが分かってきました。張っているのさえも大義らしく、まもなくそこの地面に犬のように寝そべってしまったのですが、その痩せた肩が息をするたびに激しく上下に動いています。 洞窟の奥を見ますと一方の隅に草や木の葉を積み重ねてベッドのようなものができています病気の西洋人はきっと今までそこで寝ていたのに違いありません哲夫君はそっと西洋人の額の辺りに手を当ててみましたがまるで火でも燃えているように熱いのです「この人熱病にかかっているんだよ早く ああの草の草上へ寝させてあげよう。三少年は力を合わせて西洋人を抱きかかえるようにして洞窟の奥へ連れていき草と木の葉のベッドの上に寝させました。西洋人は柔らかい草の上にぐったりと横になって苦しい中から無理に笑顔を作りながら何かしきりとお礼を言うのでした。 少年たちはこうして思いもよらぬ場所で思いもよらぬ西洋人に出会いお互いに親愛の情を示し合ったのですが困ったことには言葉がまるで通じないものですから事情を聞き出すことができません。でもお互いに手真似をしながら長い間かかってやっと国籍だけは知り合うことができました。 西洋人がイングリッシュという言葉を何度も繰り返すのを聞いて、哲夫君はイギリス人に違いないと判断したのです。英語はまだ習っていませんでしたが、イギリス人のことを英語でイングリッシュマンというのだと何かの本で読んだことを思い出したのです。そこでこちらもジャパニーズ、ジャパニーズと繰り返して日本人であることを相手に知らせました。 無人島とばかり思いい込んでいたこのの島に人間がいたたですたとえ言葉の通じない病人にもせよ少年たちが懐かしく思ったのは言うまでもありません水を汲んできて飲ませてやったり木の葉や枯れ草を拾い集めてきてベッドの寝心地を良くしてやったり見知らぬ外国人をまめまめしく解放するのでした。 それにしてもこのイギリス人はどうしてこんなところに一りぼっちで病気をしていたのでしょう。一体何のためにどこからこんな山の上へやってきたのでしょう。少年たちはいろいろ手真似をしてそれを尋ねイギリス人もやはり手真似で答えようとするのですがどうしてもその意味がわかりません。しばらくすると、 イギリス人はふと思いついたように草のベッドの下に入れてあった一冊の大きな手帳を取り出して、鉛筆でそれに絵を描き始めました。絵で話をしようというのです。少年たちはその意味を悟って、一心にその手帳を覗き込みました。イギリス人はベッドに仰向けに寝たまま、手帳を開いて胸の上に立てるように持って、 熱病に震えるる手ででまずいい絵をいくつも描き続けるのです岩の多い海岸に沈没している帆船の絵その乗組員たちの乗ったボートが嵐のために沈んでいる絵2人の西洋人らしい男が荒波の中を泳いでいる絵その2人の西洋人がヤシの木の立ち並んでいる下で何か食べている絵 一人の西洋人がぐったりと死んだようになったもう一人の西洋人を抱いて大きな涙の玉をポロポロこぼしている絵一人の西洋人が土を掘って木の十字架を立てている絵そういう絵を次々と描いてその間にはいろいろ手真ねをしてみせるので少年たちにも大体の意味が分かりました。つまり 二人の西洋人が沈没船からこの島の砂浜に泳ぎ着いて助かったのですたくさんの乗組員が皆溺れ死んだ中で二人だけが命拾いをしたのです沈没船というのは少年たちが道具や食料を運び出したあの断崖の下の沈没船に違いありません二人の西洋人はこの島に泳ぎ着いて それから長い間二人だけの寂しい暮らしを続けたのでしょう。そしてどれほどの日数が経ったかわかりませんが、二人のうちの一人が病気かなんかで死んでしまったのに違いありません。そこでたった一人生き残ったこのイギリス人は、涙をポロポロこぼしながらその友達の死骸を湖の岸に埋めて、その上に十字架を立てたのです。 そして今では生き残ったイギリス人も重い病気にかかって一人寂しく洞窟の中に横たわっていたというわけなのです少年たちはあの沈没船に残っていた衣類などから中国人の船とばかり思っていましたがそれではイギリス人の船だったのかと手帳を借りていろいろの絵を描いたり手真似をしたりして尋ねてみますと 船には中国人が多く乗り組んでいて、その中に2人だけイギリス人が混じっていたのだということが分かりました事情がはっきりしますと少年たちはいよいよこのイギリス人に同情しないではいられませんでした「この人を一りぼっちにしておくわけにはいかないからいっそ僕たちの方でここへ引っ越しをすることにしようじゃないか」。 イチロー君がその考えを話しますと他の2人もたちまち賛成しましたイギリス人の洞窟は海岸の少年たちの洞窟と同じくらいの広さですからここを新しいお家にしても少しも不便ではありませんそれに大きな湖水を目の前に控えていて飲み水もそこから汲むことができますし見晴らしもよく。 海岸の洞窟よりはずっと居心地が良いように思われます。相談が一決して、病人の見取りは哲夫君が一人で引き受け、他の二人はポパイを連れて大急ぎで山を下って、海岸の洞窟から異様の品々を運ぶことになりました。無論一度には運びきれませんから、翌日も山を登ったり降りたりして何度にも運んだわけです。 例のメガネザルとオウムも新しいお家へ連れてこられたことは申すまでもありませんそれから5日ばかりの間三人はこのヒゲムジャのイギリス人と同じ洞窟に家族のようにして暮らしましたこの頃の日本とイギリスとは仲の良い国とは言えませんけれどたとえ適性を持つ国の人でも 国民の一人一人を憎むことはないのですしことにこういう哀れな境遇にいる人を介抱しないで捨てておくわけにはいきません三少年は心からこの気の毒なイギリス人を看護してやりましたイギリス人も少年たちの親切に深く感じたらしく少年たちにもわかる「サンキューサンキュー」。 「ありがとう」という英語を折さえあれば繰り返してポロポロと涙さえこぼしているのでしたその5日の間にはお互いにだんだん手間でもわかるようになり手帳に絵を描いて話をするやり方も上手になって少年たちもこれまでの恐ろしい身の上話をして聞かせますしイギリス人の方でもいろいろと詳しい物語をするのでした。 そうして分かったところによりますとイギリス人は20年も海の上ばかりで暮らしてきた船乗りで世界中を航海して回りいろいろ面白い話や恐ろしい話を知っているということでした年は45歳で「ヘンリー」という名前十字架の下に眠っている友達は42歳で アントニーという名前だったということもわかりましたヘンリーとアントニーとは5、6年も前から一度この島へ来たい来たいと思っていたのですが良い折りがなく今度やっと中国人の船に頼んで普通の船は近寄りもしないこの島へ上陸させてもらうことになったのですところが島の近くまで来た時大嵐にあった 船は沈没する。乗組員は皆溺れてしまうという騒ぎが起こりヘンリーとアントニーの2人だけが九死一生の思いで島のの海岸に泳ぎいいたというでです。では2人のイギリス人はどうしてそんなにこの島へ来たがっていたのかと言いますとそれには深い訳があったのです。二人は、 この島の中に隠されている莫大な宝物を探すためにやってきたというのです。ヘンリーは例の手帳にこの島の見取り図らしいものを書いて少年たちに示しました。ここが少年たちの上陸した海岸。ここが少年たちの登ってきた山。ここがヘンリーの洞窟。ここが湖といちいち手まねで教えて、 その湖の向こう側に四方を大きな高い山で取り囲まれた丸い平地の形を描いてその丸の中にたくさんの人間の姿を描き表しましたおやそれじゃこの島は無人島ではなくて山の向こうに原住民が住んでいるのかしらとびっくりして手帳を見つめていますとヘンリーはその人間の姿からス すーっと四方に線を引いて仏像の五煌のようなものを書き加え「ゴールド」「ゴールド」とさも一大事のように繰り返して言うのです少年たちは「ゴールド」というのは「金」という意味の英語であることを知っていましたするとこの島の山と山とに挟まれたお盆のような平地に住んでいる原住民は 金のように光っているのかしらと考えましたが、しかしそんな金色の人間なんてあるはずがありませんから、きっと原住民の身に着けている衣類が金色なのだろうと察しました。鉄尾君が自分のシャツを引っ張って見せて、ゴールドと尋ねますと、ヘンリーは何度もうなずいて、そうだと答え、また手帳に一人の大きな人間を描きましたが、 その人間は妙な鎧のようなものを着て、丸い兜のようなものをかぶっているのです。そしてヘンリーは、その鎧と兜が黄金でできているのだということをはっきり示しました。変だな。このおじさん、熱に浮かされて夢でも見たんじゃないかしら。こんな島に金の鎧を着た原住民が住んでいるなんて、 まるで童話みたいじゃないか一郎君がそう言いますと他の2人の少年もバカバカしいといいううように笑い出しましまた。ところがそれを見たヘンリーはいきなり大きな目を向いて少年たちを叱るようににらみつけましたそして真剣な顔をして決して嘘ではないという身振りをしてみせるのです 魔の湖ヘンリーはそれからしばらくの間話し疲れたのかぐったりとなって目をつむり苦しそうに肩で息をしていましたがやがてまた目を見開くと手帳を開いて一つの絵を描きましたそれは頭もひげも真っ白なイギリス人らしい一人の老人の姿で 手に一枚の地図を広げて、前にひざまずいていいててるるもう人人の人物にに何か教えているところです。地図にはこの「大和島」の形が記され教えられている人物はヘンリーによく似た姿をしています。それからヘンリーはいろいろの手真似をして「自分はその絵の老人にこの島のことを教えられたのだ」ということ。 そしてその老人はやはりイギリスの船乗りで今から20年も前にこの島に漂流してあのノコギリのような山の向こう側にたどり着き不思議な黄金の国を発見したのだということを少年たちに分からせました。そしてそこには鎧や兜ばかりでなく大きな石の建物の中にたくさんの金の塊がしまい込んであるということを また別の絵を描いて示しました。そうして話を聞いているうちに、少年たちにもそれがまんざら嘘ではないらしく感じられてくるのです。ヘンリーの恐ろしいほど真剣な顔、驚くほど熱心な身振り手真似を見ていますと、決して夢の話や童話ではなくて、なんだか本当のことのように思われてくるのです。 湖水の向こう岸にそびえる高い高い岩山まるでこの世の果てかとも見えるあのリ山の後ろにひょっとしたらそんな不思議な世界が隠されているのではないか金色に光り輝く宝の国があるのではないかと思うと少年たちは楽しいような怖いような何とも言えない気持ちになってぞっと背筋が寒くなるのでした。 ヘンリーは少年たちがまだ疑っているらしい様子を見て何を思ったのか左手のシャツの袖をぐっとめくり上げそこにはめていた金色の腕輪を抜き取って鉄男くんに手渡しこれが何よりの証拠だというような身振りをしてみせましたそしてまた手帳を開いてさっきの白髪の老人がその腕輪をヘンリーに手渡している図を書くのでした。 つまりその腕輪は老人が黄金の国から持ち帰ったお土産の一つでそれをヘンリーが老人からもらったのだという意味ですそれは全体がヘビの姿に彫刻してある何とも言えぬ妙な感じの腕輪でしたまるで子供がいたずらでもしたような荒削りの下手な彫刻ですがそれでいて ぐっと鎌首をもたげた蛇の頭が生き生きとして、今にも動き出しそうに見えるのです。少年たちはそれを次から次と手に持って調べてみましたが、キラキラ光る美しい色といい、重さといい、いかにも本当の金製品らしく思われるのです。哲夫君はふと思いついて、その腕輪を軽く指にかけ、 小石を拾って叩いてみましたが、するとリーンというような何とも言えぬ美しい音色がします。本当の金でなくてはそんな音がするはずはないのです。ヘンリーは哲夫君の賢いやり方を見てにっこり笑いました。そしてその腕輪は君たちにあげるのだよという手真似をしてみせるのでした。 と少年たたちから受けた親切なな解のののお礼のつもりなのでしょう。そしてその夕方このかわいそうなイギリス人は言うだけのことを言って安心したのか迫ってくる夕闇の中で灯火の消えるように息を引き取ってしまいました。 奇妙な黄金の腕輪が少年たちへの固みとなったわけです。たったっ56日の間のお友達ではありましたが少年たちは気の毒な外国人のおじさんの死を心から痛まないではいられませんでしたその晩はお通夜のつもりでヘンリーの死体の上にシーツの白布をかけ 森の中から探してきた草花をその枕元に備えて少年たちは例のヤシの油の灯火を囲み何かと亡き人のことを語り合うのでした翌日は朝早くから森に出かけて手頃の木を切りヘンリーがその友達のためにこしらえてやったのと同じ十字架を少年たちの手で作って ヘンリーの死体を埋めた土の上に建てました。寂しい三条湖の岸辺に、二つの十字架が立ち並んだのです。そして、ヘンリーとアントニーとは、その下で仲良く眠っているのです。そうしてヘンリーのお葬式を済ませてしまいますと、 三人の少年は岩山の裾の日陰に車座になって、目の前の気味悪いほど静かな青々とした湖水を眺めながら、これからのことを相談するのでした。ヘンリーは僕たちに黄金の国へ行けとは言わなかったけれど、きっと自分の代わりに僕たちが探検すればいいと思っていたのだろうね。三人の中では一番勇気のある一郎君が、 探検旅行に出かけてみたくて仕方がないという顔で口を切りましたそりゃそうかもしれないけれどヘンリーでさえ黄金の国へ行く道をはっきり知らない様子だったから子供の僕たちがうまくそこまでいけるかしらそれにヘンリーの話ではそこへ行く道には随分危険なところがあるっていうのだから。 哲君は考え深いだけにちょっと聞くと臆病とも取れるような口の聞き方をしますでもいくら待っていたって僕たちを助けてくれる船なんてきっこないよどうせこの島にいるくらいならもっと奥の方へ行ってみたいなあの高い山の向こうにそんな美しい国があるのかと思うと僕はなんだかゾクゾクして。 我慢ができないような気がするんだよタモツ君はあくまで無邪気ですそうだよタモツ君の言う通りだよ僕たちは悪くすれば一生涯この島に閉じ込められているのかもしれないんだどうせ島から出られないとすれば同じところにグズグズしているよりできるだけ島の中を探検してみる方がいいと思うよそれに もし危険だだと思えば、ばそこかからら引き返せばいいんだからね。一郎君は言葉を尽くして哲夫君を説き伏せようとしますそれからしばらくの間3人の間に議論が戦わされましたがおしまいにはさすがに用心深い鉄夫君もとうとう2人の考えに賛成することになりましたそれじゃあ行けるところまで行ってみようよ。 本当に同じ場所にじっとしていたって仕方がないんだからねそれを聞いて踊り上がったのはたもつくんですバンザイいよいよ探検隊の出発だあさ早く用意をして出かけようよまあお待ちよ僕たちは一体どの方角へ進んだらいいのかまずそれを決めなけりゃ 湖水の騎士はすっかり岩山で囲まれているんだから、なるべく通りやすいところを探して、ちゃんと見込みを立ててから出発するんだよ。一郎くんが流行る田物くんを抑えるように言いました。それには僕に一つ考えがあるよ。イカダを作るんだよ。そしてそれに乗って湖水を渡るんだ。そうすれば険しい山をよじ登るより、 どんなに楽か知れないし荷物だってうんと乗せていけるんだからねイカダを作る時間を加えたってかえってその方が早く向こう岸へ着けるかもしれないぜ僕たちの目指す黄金の国はちょうどこの向こう岸の方角なんだから例によって考え深い哲夫君が明暗を持ち出しましたああそうだね そうすれば食料もたくさん積めるし、サルやオウムも一緒に連れて行けるからね。じゃあ、イカダを作ることに決めよう。一郎君が感心したように言いますと、タモツくも素敵素敵と賛成するのでした。そこで、その日の午後から三少年の手でイカダの製作が始まりました。 たち木を倒すには、その後沈没船から探し出してきたマサカリとノコギリがありますので、そのマサカリを一番力の強い一郎君がたち木の根元に打ち付け、タモツくがノコギリを使い、切り倒した木を湖水に浮かべて、それを三人がかりで結び合わせるというわけです。結ぶのに大事な浅縄を使ってしまうのはもったいないので、 森の中の傷ずたの類を切り取って縄の代わりにし、肝心の部分だけ本物の浅縄を使うことにしました。そしてその翌日の夕方には、湖水の岸に大きなイカダが子供の手際とは思えないほど立派に出来上がって浮かんでいました。田持くんはそれを見て、イカダの浸水式だと言って大はしゃぎです。 その晩は洞窟の中で眠って夜の明けるのを待ちかねていかの上に道具類の積み込みが始められました。二丁の猟銃と玉は元より、食料品、鍋や食器の類、釣り道具、浅縄、シーツその他の布類、ヤシ湯を入れた瓶と灯火の道具など三人の家財道具の大部分が積み込まれ、 少年たちのほかに、ポパイもメガネザルもオウムも、家族残らずが乗り組みました。イカダの両側には、テツ君の考案になる妙な貝が一本ずつついています。イカダの材木の端に浅縄の輪を作って、そこにボートのオールのように削った木の棒が通してあります。 少年たちは変わる変わるイカダの端に立ってそれを混むというわけです天気は申し分ありません湖水は鏡のように静かですそれに三畳湖のことですから海岸よりはずっと温度も低く真昼になっても太陽の熱に耐えられぬというほどではありませんそして いかだはいよいよ岸を離れました三少年の一家族はかくして黄金の国探検の戸に着いたのですいかだは気持ちよくスーッスーッと進んでいきますしばらく行くと保ツ君が大きな声で叫びました「イチロー君、あれごらん白い鳥がいるよ」。今晩のごちそうに。 君の銃で撃っておくれよ。湖水の上に白い水鳥が泳いでいるのです。うん、じゃあ焦具のおよし、僕があいつを打ち止めてみせるから。一郎君は元気よく答えて、銃を持ってイカの真ん中に立ち上がり、水鳥に狙いを定めました。そして名車種一郎君は、 ただ一発のもとに獲物を討ち取ったのです。大急ぎでイカダをその場に近づけますと、猟犬のポパイはたまりかねたように一声高く吠えたかと思うと、いきなりザブンと水中に飛び込み、見事に泳いで獲物をくわえて帰ってくるのでした。ああ、なんという楽しい船旅でしょう。 もし少年たちの探検旅行がおしまいまでこうして楽しく続いたら、こんな幸せなことはありません。しかし、そうはいかなかったのです。三人の行く手には、実に恐ろしい危険が待ち構えていたのです。少年たちの一生を通じて、最大の危難が待ち構えていたのです。 それは湖水に住むワニだったでしょうか空から襲いかかる猛腸だったでしょうかそれとも人食い人間に出くわしたとでも言うのでしょうかいやいや、そういう生き物の気なんではありません。では、突然嵐でも起こっていかだを覆したのでしょうかいや、そういう天変地異でもありません。それは、 この世の世何人もまだ味わったことのないどんな言葉でも言い表せないほど恐ろしい事柄だったのです。